これから体育活動中における事故の状況について紹介します。この映像資料で取り上げるデータは、平成10年度から平成21年度にかけて、小学校、中学校、高等学校の体育活動中に発生した事故のうち、日本スポーツ振興センターが実施している災害共済給付制度により、死亡見舞金1級から3級の傷害見舞金を給付した590事例をもとに分析したものです。事故件数はご覧の定義に基づいて集計しています。まず体育活動中の死亡・重度の傷害事故の概要です。死亡事故では突然死が 70% 以上を占めており、次いで頭部外傷、溺水および熱中症の順で多く発生しています。突然死の 80% は原因として心臓系が挙げられます。重度の傷害では脊髄損傷がほぼ半数を占め、頭部外傷、心疾患などが続きます。事故の防止については学校や教育委員会等において対策を実施されているところですが、年度別推移を見ると死亡・重度の傷害事故は引き続き発生しています。死亡事故や重度の傷害事故はゼロとしなければならないものです。それでは次に、体育活動中における死亡・重度の傷害の事故を観点別に分析します。傷病別に見た事故件数から見ていきましょう。傷病別に見ると、事故件数は突然死等が359件、全体の 61% を占めています。そして、頭部外傷、脊髄損傷、溺水、熱中症と続いていきます。学校種、学年別の事故件数を見ると、学校種が上になるほど事故が増え、また小学校では学年が上がるほど、中学校・高等学校では1年・2年に多く、特に高等学校では1年に多く発生していました。これには体格の発育や運動能力の向上に伴い、受傷に関わる外力の大きさが増加することが大きな要因と考えられます。さらに中・高校生では低学年に多く見られることから、運動経験の浅い初心者を中心に事故が起こっている可能性があります。男女別に見た事故の割合は男子に多く見られ、男女比は約5対1になっています。また学校種別に見ると、学校種が上になるほど男子の割合が増えています。これは男子では体格の発育や運動能力の向上に伴い、受傷に関わる外力の大きさが増加することが大きな要因であると考えられます。教育活動別に見た事故件数ですが、小学校では体育科の授業中の事故が 60% であり、放課後の水泳指導等のその他課外指導や運動会などの特別活動を含めると全体の 90% 以上を占めています。これに対して運動部活動中の事故は約 3% です。一方、中学校・高等学校では運動部活動中の事故割合が過半数を超えています。これまでの分析を踏まえると、小学校と中学校・高等学校等を分け、中学校・高等学校ではさらに運動部活動と体育科・保健体育科の授業等を分けて検討する必要があると考えられます。それでは
小学校の事故の状況から見ていきましょう。小学校の体育活動中における死亡・重度の障害事故60件を主な傷病別に見ると、突然死等が過半数を占めており、高学年で多く見られ、次が溺水でした。種目別では水泳が25件と最も多く、次いで陸上競技が多く発生しており、それぞれ溺水・突然死等が主な原因として挙げられます。男女別に見ると、男子38件、女子22件と男子が2倍近い数ですが、発生頻度で見ると10万人あたり男子 0.08 件、女子 0.05 件とそれほど差はありません。次は中学校・高等学校の体育活動中における死亡・重度の障害事故です。まずは保健体育科の授業等での事故の発生状況を見ていきましょう。保健体育科の授業等における事故212件を主な傷病別に見ると、突然死等が8割を超えており、次いで脊髄損傷でした。また種目別で発生件数を見ると、陸上競技が 41% の87件を占め、次いで水泳が約 11% の24件であり、それぞれ突然死等・脊髄損傷が主な原因として挙げられます。男女別に見ると男子に多く、中学校では約3倍、高等学校では約5倍の発生件数でした。これは発生頻度でも同様であり、また小学校に比べて男子の発生頻度は3倍から6倍の高い頻度でした。続いて運動部活動での事故の発生状況です。中学校・高等学校での運動部活動における死亡・重度の障害事故318件を主な傷病別に見ると、突然死等が約半数を占めていましたが、保健体育科の授業等に比べ頭部外傷や熱中症の割合が多くなっています。競技種目別に見ると柔道が最も多く、その他野球、バスケットボール、ラグビーの割合が多くなっており、それぞれ頭部外傷や突然死等が主な原因として挙げられます。さらにこれを競技種目別の発生頻度で見ると、自転車、ボクシング、ラグビー、柔道の順で高くなっています。男女別に見ると中学校では男子は女子の約4倍、高等学校で約10倍と、保健体育科の授業等と比べさらに男子の割合が多くなっています。発生頻度で見ると保健体育科の授業等の3倍でしたが、男女別の比率はほぼ同様です。また発生件数を学年別に見ると、高校1年生が最も多く、発生頻度でも同様です。柔道の頭部外傷をはじめとして、この年代への対応が急務であると思われます。以上、観点別の分析結果を見てきました。これらの分析結果をまとめると、学校の管理下の体育活動中における死亡・重度の障害事故に対しては、事故の傾向を踏まえ、人的要因・環境要因及び各スポーツ種目固有の活動要因について、原因を分析して危険要因を見極め、早急に対策を講じていく必要があると思われます。さて、ここでもう一度体育活動中の事故の傷病別割合を見てみましょう。死亡・重度の障害事故件数は突然死等が全体の 61% を占め、これに続き
頭部外傷、脊髄損傷、溺水、熱中症の順で発生が多く見られます。そのため、ここでは頭部及び頸部の事故の発生要因やメカニズムについて紹介します。まずは脳損傷のメカニズムです。これは頭部の構造の一部です。頭蓋骨の内側には硬膜があり、通常頭蓋骨の内側面に強く付着しています。頭頂部にはこの硬膜で静脈洞を形成し、脳表の静脈とをつなぐ下胸静脈があります。この静脈は頭部に大きな衝撃を受けると頭蓋骨と脳のズレにより強く引っ張られ、ズレが強いと破断し、出血は硬膜下腔に広がり急性硬膜下血腫となります。脳損傷には発生の原因やメカニズムに応じて次のような種類があります。まずは骨折による直接損傷。これは外力により脳が直接損傷される場合です。頭蓋骨に骨折が起こらなくても外力を受けてたわんだ骨が変形し脳損傷が生じることもあります。スポーツ等ではボールやバットなどが直接頭部にぶつかった時などに生じると言われています。次に直撃損傷と体側損傷。これは衝撃により頭部が直線的に加速される場合に発生します。髄液に周囲を守られた脳は水を張った鍋に浮かべた豆腐のようなものです。鍋が衝撃を受けて反対方向に移動すると内側に静止し続けようとした豆腐がぶつかり豆腐が崩れます。これが直撃損傷です。その後その反動でまた反対側に流された豆腐は鍋の反対側にぶつかります。これが体側損傷です。直撃損傷と体側損傷はスキーなどで転倒し硬い雪面などに頭部を強打したときに起こりやすいと言われています。次に下側損傷。頭部や顔面打撲によって頭部が激しく揺さぶられることにより頭蓋骨と脳とに大きなズレを生じることが原因となります。このズレは通常は問題を生じませんが、ズレが大きくなると頭蓋骨と脳をつなぐ下胸静脈が伸びて破断し出血することにより血腫が発生します。血腫は硬膜の内側に広がるため急性硬膜下血腫となります。これはボクシングや柔道、ラグビーなどのスポーツ等で発生しやすいと言われ、打撲なしでも頭部が激しく揺さぶられることにより起こる場合があります。スポーツなどを行っているときに起こる頭部外傷は野球やゴルフのボールが当たるなど偶発的に生じる場合のほかに、ボクシングや柔道、ラグビーなどのいわゆるコンタクトスポーツとしての性質上避けられない場合があります。前者の場合は直接損傷であり、衝撃が強ければ骨折を伴い脳挫傷や急性硬膜外血腫を引き起こします。後者の場合は下側損傷の可能性があります。しかも交通外傷ほど外力が強くないので、外傷の初期の段階では意識が鮮明なことが多くあります。続いて脳震盪について解説します。脳震盪は一般的に頭部に打撲を受け意識を失った状態としか考えられていないことが多いですが、それは間違いです。意識消失は症状の一つに過ぎません。脳震盪の症状としては、一つ目に
認知機能障害としての健忘や興奮、意識消失。2つ目に自覚症状としての頭痛、めまい、吐き気、視力・視野障害、耳鳴りなど。3つ目に多覚症状としての意識内容の変化、ふらつき、多弁、集中力の低下、感情変化など多種多様であることを十分理解しておく必要があります。次にセカンドインパクトシンドロームについて解説します。セカンドインパクトシンドロームとは、脳に同じような外傷が2度加わった場合、1度目の外傷による症状は軽微であっても、2度目の外傷による症状がはるかに重篤になることがあることを意味しています。脳震盪を起こした後に十分に休息を取らずに競技に復帰し、重篤な事故につながった事例が数多く報告されています。脳損傷のメカニズムについては以上です。今度は頸髄損傷のメカニズムを見ていきましょう。これは頸部の構造の一部です。頸椎は頭蓋骨と胸椎の間に存在し、その中には脊髄があり、体幹や下肢の運動や感覚を司る神経繊維の通り道となっています。頸髄損傷はさまざまなスポーツ等で起こり得るものであり、ラグビーや柔道等のいわゆるコンタクトスポーツ、体操競技での転落、スキーでの転倒、野球でのヘッドスライディング等において事故事例があります。また水泳での飛び込みをした際にプールの底に頭を打ってしまったケースなどもあります。頸髄損傷の発生要因としては、無理な練習や設備の不備など多くが選手自身の問題や環境が原因で発生しています。具体的には次のように分類できます。まずは下伸展損傷。頭部というかなりの重量のある構造物を支えている頸椎部分で最もよく見られる外傷のタイプです。前額部、顔面、下顎などを直接打撲した場合の受傷が最も多くなります。次に下屈曲損傷。頭部への垂直方向の外力や後頭部への外力により頸部が屈曲した場合に見られます。椎体のくさび型の骨折が見られ、外力が強い時には椎体がずれ脊髄が損傷します。典型的な例としては水泳の飛び込みによる頸髄損傷があります。次に長軸方向に力が加わることによる圧迫損傷。脊柱が前屈した姿勢の時に長軸方向の力が加わると、いわゆる椎体圧迫骨折が見られ、椎体はくさび型に潰れます。次に回旋損傷。回旋性の外力に下伸展や下屈曲が加わり、関節がずれてしまいます。首が曲がったまま痛くて動かせない状態になります。次に側屈損傷。バーナー症候群に代表されるものであり、アメリカンフットボールやラグビーのタックル、相撲のぶちかましなどに多く、頸部が側屈され頸椎屈曲側での神経圧迫や頸椎伸展側での神経下伸展により生じます。頸髄損傷時におけるスポーツ現場での処置としては、受傷後意識・呼吸状態を確かめた後、知覚・運動障害の程度をチェックします。これはわかる？
そして医療機関への搬送時にも頸椎が動かないように十分注意し、救急車の到着を待つことが必要です。ここで紹介した内容は、文部科学省が平成24年7月に取りまとめた報告書である、学校における体育活動中の事故防止についてにも記載されておりますので、報告書の方も合わせてご覧いただき、事故防止の取り組みの参考にしてください。